左手がですね、ここ一番安定しているところに左手を収めないといけない。左の拳を一番この安定しているところに収めないといけない。相手が小手に来たら自分のこの左の拳を額へ持ってきて、そのままもう打てば一眼二足三短四力って言われる一眼の眼で、この目の付けどころですね、どこを見るか来てください。右足出してますね。右足を出しながら気持ちも十分で、相手が出てくるとこ払いながらいうこと。そしてその押し返してくるとこ外してて、こういうふうに打っていくわけですね。利用して相手の押し返してくるとこを利用して、これを大きく引きつけますと相手から読まれてしまいます。そこを打たれますので、相手が攻めてくる場合、その攻めに乗ってはいけないんですね。一番基礎的なことは気剣体を一致させる。自分の気持ちと体と剣を一致させる。これを相手の力を利用して、あ、この人は押し返してくる力が少し強いなと思ったら、ここで行く前に剣線を少し立てて、ここぐらい入る、もうしなやの幅ぐらい、わずかにこう外して、中心を取れば自分が打てるということになる。これを参考にしてですね、普段のですね、稽古に、生かしていただきたいと思います。しっかり頑張ってもらいたいと思います。